はどうもこんにち兵頭哲二ですということで今日は、えー、サムネにもある通り春の甲子園の選抜がね低反発バットもう今 SNS でも賛否両論がかなり生まれていますでもう低反発バットになってしまったってことは、まあ、ここから低反発バットをやっぱりやめましょうっていうのはなかなかないと思うんですよなぜなら、えー、と高野連の方々も決めちゃって いろんな高校がバットを買い換えたわけなんですよ。かなりの費用がかかってるわけなんですよね。それを今からやめますっていうのは、これ逆に反乱を買うので、あのー、まあ、今すぐは変わらないと思うんですよ。じゃあ、ここ直近の3年生、2年生、1年生は、この低反発バットと、えー、立ち向かっていかないといけない。ということで、今日はですね、創始学園対別会、えー、これは創始学園活動者スクション。<laughs> 山梨学院。はい。ということでね。まあ、今、春の甲子園が、もう今、2回戦、えー、が、進んでおります。2回戦なのかなまあ、もう1回勝ったチームが、またね、もう試合2試合目っていうのもどんどんあります。えー、そんな中、まあ、何試合か、えー、春の甲子園を見ていて、低反発バットはこうしたら飛ぶんだっていうのが、まあ、ようやく統計が取れてきたと言いますか。ね。あのー、分かってきたので、まあ、これは僕の見解です。 今から僕が言うことが100%合ってるわけではございません。えっと、プラス、えっと、この僕の理論をやっても飛ばない人は飛びません。それはなぜなら持っている力だったり体だったりね、パワーっていうものが必要にはなってきます。技術も必要です。えそんな中、えー、これをやれば今まで飛んでた人は飛ぶんじゃないかと。 という理論が一個見つかったので、まあ、これを話していきたいなと思います。そして、じゃあそれを攻略したら長打が増えるかも。ってなったら今度守備側で考えないといけないこと。っていうのと、あと監督の采配。もうこれもう非常に物申したいことがある。本当に今の講師を見ていて。あの、それもちょっと話していきたいのと、あとは講野連の方々にちょっと物申したいこともあります。 はい。それもちょっとちなんで、えー、説明していきたいなと思いますので、どうか、えー、最後まで動画の視聴と、そしてチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、まずはですね、低反発バット。これ、どうしたら飛ぶのか。はい。今までだったら、まあ、ホームランだったり、えー、外野を超える、フェンチョクだったりとか、長打だったりっていうのが、えー、たくさんありましたが、えー、ほぼほぼ外野を超える当たりがない。ほんと、1試合に1、2本出たらかなりいい方っていうレベル感。 まあ、いわゆるもう野球スタイルがもう軟式野球とほぼ一緒。まあ、今、草野球だとレガシーっていう飛ぶバットがあるんで、軟式の草野球の方が飛ぶんじゃないかっていう。で、普通の草野球だったら、そのね、レガシーとか使わずの金属バットのみだった場合は、えー、ま、ほぼ一緒。今の甲子園の野球と。まあ、いわゆる各駅停車ですよね。もうシングルかフォアーボールか、盗塁かっていう、一個ずつ進めることしかできない。え、ツーアウトランナー二塁、ノーアウトランナー二塁、ワンアウトランナー二塁だろうが、えー、二塁ランナーから一気にホームに変えることはほぼない。 いわゆる核液停車なんですよ。はい。で、こういった野球の中で、どうしたらじゃあ低反発バットで飛ぶのか。これ条件があります。はい。えー、まず絶対的条件。死んで打つことです。はい。これね、えー、当たり前のことなんですけど、前の金属バットだった場合は、死んで捉えなくても、正直、ある程度飛びます。詰まっても飛びます。で、今回の低反発バットは、先っぽ、えー、もしくは根元。 詰まっても泳がされても飛びません。はい。どこなら飛ぶか。芯です。はい。ただ、芯に当てても飛ばない人は飛びません。これは次の工程。二つ目の大事なことが、えー、あります。その二つ目。大事なことは、体全体でスイングをすることです。はい。何が言いたいかと言いますと、えー、前の公式野球だった、前の高校野球だった場合っていうのは、正直言います。手だけで打っても飛んでました。はい。 あの、もう、リストが強くて、ある程度上から叩いて、回転をかければ、キャーンって飛ぶんですよ。でも、今のバットっていうのは、えー、もう正直言います。もう、下半身しっかり回して、腰も回して、体全体でスイングしないと飛びません。はい。で、プラス、飛びやすいボールっていうのが、やっぱり、インコースです。はい。真ん中から内側、このボールっていうのが一番ホームランにしやすい。 で、今、甲子園で2本ホームラン出てますよね。えー、上村学園の子と、っと、豊川高校の、えー、ニキータ君かなっていうのも、ほぼ、えー、インコースを引っ張って、ライトポールギリギリ、一番距離が短いところへのホームラン。ってなっております。はい。え今のところ、外角のボールを長打した人はほぼいない。で、おそらく、外角を投げる限りは、長打はほぼ生まれません。 で、外角のボールを調達するんだったら、条件としてはまず死んで打つこと。そして、体全体を回して振り切ること。そして、外野に流すんではなくて、外野に引っ張るイメージ。えー、で、打たないと多分飛びません。はい。えー、って言ったところで、まあ、この条件でも飛ばない人っていうのはおそらく体ができてなかったり、まあ、いわゆる木製バットでも飛ばない人っていう条件になるかなと思います。はい。まあ、ということで、まあ、本当に、 真の力を持った人間でしか打球が飛ばないっていうことになります。でこれを低反発バットで飛ばすことができる人間っていうのは試合の中でね、練習では誰でも打てると思うんで、試合の中で飛ばすことができた人間っていうのは、まあ結構プロでも今後対応できるんじゃないかなって、木製バットで対応ができるんじゃないかなっていう説も一つあります。はい。まあそういった意味では低反発バットにしたおかげで、 バッターの見分けがつくようにはなってきたかもしれません。はい、まあそれとあとスイング軌道のイメージで言いますと、えー、基本的に前までは点で捉える上から下に叩いて、えー、公式ボールを弾き飛ばすというイメージだったんですけど、まあ、今はどっちかというと、えー、ヤクルトの青木宣親選手みたいな感じでバットにボールを。 乗せて運ぶ、えー。このイメージのスイングが一番いいかなと思います。だから点で捉えるんじゃなくて、線で捉えて、バットとボールを乗せて、それを最後、両手と下半身、腰、すべてで押し込む、えー。っていうスイング。だからこそ、まあ内角のボールだったら打ちやすいんですけど、外角だとどうしても手だけになっちゃって打球が飛ばない。 内野フライもしくは外野フライになっちゃうっていう傾向が今のところ多いので、もう一度まとめます。低反発バットを攻略するには、まず一つ芯で打つこと。そして二つ目、えー、下半身を使った体全体でスイング大きくすること。そして三つ目が、えー、真ん中から内側、インコースを狙っていくこと。この三つが大事になってきますので。それで、まあ一応四つ目、えー、バットにボールを乗せて押し込んで運ぶ、えー。このイメージが大事かなと僕の中では今のところ思っています。 はい。で、これ今僕が言っている理論が全てではないんですけど、まあ、今後いろんな理論が出ていくと思います。今の現段階の甲子園の、え、ここまでの見解を見た限り僕が思うのはここかなと思いますし、おそらく間違ってはないと僕の中では思っています。はい。まあ、これをどう取るかは本当人それぞれなので、まあ,あ、低反発バットが飛らないんだなって、うまく捉えられないんだなって悩んでる高校生もしいたら、えー、これちょっと試してみてほしいなと思います。はい。 え、そうなった場合、守備側、ね、じゃあ、ピッチャー陣はどういう対応をしていくべきなのか、えー、もちろん、インコースを投げたら飛びやすいってことは、やはり外角攻めが多めになってくるかなと思います。ただただだ えっと、外角攻め一辺倒でいっちゃうと、やはり攻撃側からすると、いろんな対応ができたり、いろんな攻撃のバリエーションができたり、やっぱ山張りやすくなるので、内側も使っていかないといけないんですよね。その内側をどう見せていくか、使っていくかっていうのが非常に大事になってくると思います。だからこそ、えー、守備側で大事なこと、まあ、今はピッチャーですね、バッテリー。で、大事なのは、これブルペンで日頃から練習してほし,しいんですけど、インコースのボールゾーンへのコントロール。 え、これがめちゃくちゃ大事になってきます。まあ、いわゆるバッターの足を動かすですね。バッターがインコース投げられて、えっと、足が動かずにただこう避けるボールと、足ごと動かしてこう避けるボールを、いかに投げ込むことができるか。え、それによって、次外攻めした時にやっぱり足部を動かされてる分、踏み込みが甘くなるんで、やっぱり外がより打ちにくくなる。で、追い込まれたらストライクゾーン来たら打たないといけない。 な、外を大体引っ掛ける打球が多くなるんで、まあ打ち取ることができるんじゃないか。それともう一つ。やっぱりインコースのストライクゾーンも投げていかないといけない。そうなった場合は、やっぱり外野手、ポジショニングが非常に大事になってきます。で、やっぱり外野手のポジショニングっていうのは、一球一球、配球によって変えていくスタイルが非常に大事になってきます。 なんで、インコースを構えるんだったら、外野が見えなかった場合は、内野手がインコースだよって、後ろでね、こうサインを出して、外野手がインコースとかったら、左バッターだったら、ライトはちょっと後ろ下がるとか、レフト、右バッターだったら、レフトは内側に下がるとか、インコースだったら飛ぶ可能性があるからね。それはもちろん打順にもよると思います。特にクリーンナップとか、長距離バッターが揃ってるチームだったら、そういった対応が必要になってくるので、まあ、守備側としては、やっぱり投げ分けるコースによって、ポジショニングっていうのを一球一球変える。 外野のポジショニングめちゃくちゃ大事なんで。ね。あの、今日も外野のフライを超えるね、ツーベース。アナン光効果売ってましたけど、あれ普通だったら低位置のフライなんで、あの、が、ツーベースでも何でもないんですよ。だからそこら辺をしっかりポジショニングっていうのが非常に大事になってくるかなと思いますし、あとは内野手っていうのも、えー、今まで守っていた低位置っていうのは、もうこれは長打警戒になります。なので、基本的には前目に守らないといけない。もう今ね、 甲子園見てたら分かると思うんですけど、もう軟式野球みたいな内野ゴロが多いんですよ。早い打球ってほぼない。1日内野ゴロがあったら、やっぱ6割以上は、ボッテボテのゴロが多いんで、基本的に前面守ることが、まあ大事になってくるんじゃないかなと僕の中では思っています。はい。えー、次。 監督の采配。これ一番言いたいです。マジで言いたいです。僕、ベイちゃんでも監督やってるんで、特に監督の采配っていうのは非常に見ています。まあ、過去のね、えー、去年とか2年前とかの夏の甲子園見ててもわかりますけど、えー、僕一回、明秀日立の監督のことをね、もう采配これじゃダメだって、えー、ピッチャー企用がなってないって何回か言ったことあります。えー、僕は動画の中で、選手は叩きません。 はい。でも、監督の采配とかで、これ違うよって、選手かわいそうだよってことがあれば、僕は、えー、しっかりと、えー、言っていこうかなと思ってます。はい。僕、それは、僕も監督やってるから言えるかなと思います。まあ、高校野球ではないんですけどね。高校野球は千葉商大付属高校の、まあ、外部コーチみたいなことやってますけど、まあ、監督もやってるからこそ言えることっていうのをちょっと伝えていきたいなと思います。はい。なんで、これ、高校野球のもし監督さん、これ、動画見てる人いたら、あの、いや、それは違うんじゃないかっていうコメントがあれば、コメントしてください。 はい。あの、しっかりと、そこは僕も勉強になるかもしれないんで。これは僕が思う監督の采配です。はい。まあ、いわゆる、今までの公式野球とは違うんですよ。まあ、今日の、え、阿南光高校と、えー、熊本国府高校の試合。えー、僕は今日 TikTok で生配信しながらみんなで見ていました。で、えっと、まあ、初回2点取って阿南光高校が行ってたんですけど、やっぱり僕は、阿南光高校のエースピッチャーの子が、やっぱり一試合1回戦から、えー、全部1人で投げてる。 球数も結構放ってるから、やっぱり6回、7回、8回、9回。9位が衰えないとしても、やっぱり多少なりともスタミナが削られるはず。ね。試合間隔もそんなに空いてない。だからこそ、えー、後半勝負だよと。熊本国府は。この後半、ヒットが何本か出ると思うから、その出た時にどういう采配をするかが大事になってくるって話だったんですよね。で、5回が終わった時点で3対0でした。で、6回の表、熊本国府の代、えー、打で出た先頭の子は、ヒットで出ます。 三回、えっ、ー、と、6回表で3点差。確実に1点取って、終盤にもつれて1点差、2点差にすることによって、えー、阿南光高校の守備側もプレッシャーがかかる。そういった試合をものにしていかないといけない。そこで、ノーアウトランナー1塁出たのに、バントもせず、投塁もせず、何もせずに、ただ打たせて、ゲッツそして7回の表、先頭バッター出ました。3番バッターの方が。すぐ4番バッターです。 でも4番バッターとはいえ、長打は出ません。そんな簡単には。ってなったら、確実にランナーを進めて、各駅停車なんだから。長打がなかなか出ない。だからそれ1個ずつ進めるしかない。ね。だからこそ、やっぱりサインを出さないといけないんだけど、普通に打たせてゲッツー。もうこの6回7回が全てだと思ってます。本当に。で、最終回ね、エラーで出てランナー1アウト2塁ってなったけど、もう3点去るんで、えっと、まあ、穴控えからしたら、何のプレッシャーでもないんですよね。 そういった意味でも、やっぱりノーアウトランナー一塁の時の攻め方っていうのは、もうちょっと軟式野球を勉強した方がいいかなって、今の全国の高校の、えー、公式の野球部の監督さんには思います。やっぱりノーアウトランナー一塁やるべきことっていうのは、もちろん送りバントも必要ですし、やっぱり盗塁、えー、そしてランエンドヒット、そしてエンドラン、うん、この四つ、これをやんないと正直点はなかなか入らない。特にビハインドの中。 やっぱりその、じゃノーアウトランナー一塁で、ただ打たせてゲッツーで、ツーアウトランナーなしよりも、ノーアウトランナー一塁で走らせて、えー、ランエンのヒットで、ボールだったら見逃して盗塁。それでもし、アウトだったとしても、ワンアウトランナーなしなんですよ。でも、打たせてゲッツーは、ツーアウトランナーなし。これもちろん結果論です。もちろん結果論なんですけど、もう、かつ確率の問題ですよ。これ、これ、これこそ。確率の問題で言った時に、その采配をしてる限り、勝てません。 それで、球児が納得してるならいいです。で、僕が生徒だったら、え、なんでそんな采配すんのって絶対思います。え、勝ちたいんだけどって。うん。ただ、楽しく野球して、ただ、まあ、勝っても負けてもどっちでもいいやっていう高校だったら、まあ、それはもちろん自由でもいいと思うんですけど、やっぱ甲子園行ってるチームってそんな考えしてるやついないと思うんで、だからこそ監督さんの采配っていうのは、まあ、今後、この低反発バットにしっかり対応した考え方、 っていうのをして、ワンアウトランナー三塁も作らないと、マジで点入ないです。本当に。ワンアウトランナー二塁って何のチャンスでもないですからね。はい。ワンアウトランナー二塁はチャンスでも何でもないです。はい。まあ、もちろん1点入る、超打れたら。単打では絶対入りません。はい。よほどな外野手が肩弱くない限り、無理です。はい。今回の甲子園もワンアウトランナー二塁でシングルヒット、ほぼ点入ってません。だからこそ、 ワンアウトランナー2塁で1本出てもワンアウトランナー13塁。もう1回ヒット1本打たないと難しいんですよ。そんな連打なんか出ないんで低反発バット。ってなったら、やっぱりバント、ランエンドヒット、ヒットエンドラン、盗塁。この辺をしっかり考えないと勝てませんよって僕は思いますので。はい。ぜひこれをね、参考にするかしないかはもうそれぞれなんですけど、頭のいい監督さんだったらこれ言ってることめっちゃわかると思うんで、これをしっかりと適用したチームっていうのが僕は強いと思います。 なんで、ランエンドヒットとエンドラン、盗塁バント、この4つ、今、まあ、いわゆるスモールベースボールになっちゃうんですけど、本当 WBC の昔の侍ジャパンじゃないですけど、こういった野球ができないと難しいです。はい。そして最後、高野連の方に言いたい。えっと、低反発バットができて、木製バットを使うチームが増えました。なぜなら木製はしなるんで、木製の方が飛ぶ説。とい飛ぶんですよ、実際。飛ぶんですけど、なぜか松屋に禁止なんですよ。 意味がわからん。いいですか高校野球連盟のお偉いさん方。木製バットを松谷を使わなかった場合、滑ります。滑ってバットが手から離れて、そのバットが飛んで、ベンチなり、ピッチャーなりに飛んで、頭とか体に当たって大怪我したらどうするんですか松谷禁止って言うんだったら、木製バット禁止にしてください。で、木製バットを使っていいんだったら、松谷は OK にしてください。 これは強く言いたい。あの、高野連の上の方々が嫌いとかそういうわけじゃないです。選手がかわいそう。なんで、もう強く言います。高野連の方、しっかりと現場を見て考えてください。松屋に禁止はマジで非常識です。だったら木製禁止。いいですかで木製を使っていいんだったら松屋に OK。当然の結果です。なぜ松屋にがダメなのか。その説明もない。まあ、説明しても多分誰も納得しないと思うんですけど。それはね、本当 本当に良くないと思います。マジで。僕、高野年から別に嫌われたくないんで、あんま言いたくないんですけど、これは選手の、えー、ことがかわいそう。ただ、木製バットを使うとやっぱ折れちゃうからお、ね、高校野球の球児からするとお金がかかっちゃうんで、木製は使わないっていう人も多いと思います。はい。もちろんバットが折れてもね、あの、危ないっちゃ危ないんで、どっちみち危ないんですけど、だったら木製禁止にすればって僕は思いますので、あのー、ちゃんとしたルールを作ってください。はい。お願いします。じゃないと、あの、今の春の甲子園、つまんないです。 はい。マジで面白くないです。あの、低反発バット。何のために作ったんですかピッチャーの肩肘の権限。はい。球数変わってませんよ、そんなに。大丈夫ですか <laughs> もう言いたいことが山ほどある。本当に。あの、なんかもし分からないんだったら、あの、こうやるに手伝いますよ、僕も。あのー、ちゃんと入るんで。あの、お金とかいらないんで。ちゃんと意見言うんで。はい。<laughs> 嫌われるわ、こんなこと言ってたら。<laughs> まあ、って感じですかね。 まあ僕の、えー、優勝予想は、えー、今のところ、えー、県大高崎残ってます。ほいで、えっと、僕が、えー、ね、勝利予想、実は TikTok でちょこちょこやってるんですよ。で、勝利予想も今のところ外してるところは結構少ない。えー、っと、もう言いますね。えー、っと、大海と熊本国府。えー、これは大江が勝つと思ってました。えー、ここ外しました。 で、聖陵対田辺は聖陵勝つと思ってて正解。厚生学院と関東一は厚生学院勝つと思ってたので正解。県大高崎と学法石川は県大高崎勝つと思ってたので正解。敦賀県と名宝は名宝勝つと思ってたので名宝で正解。阿南光と豊川は阿南光が負けると思ってました。豊川勝つと思ってました。ここ、えー、阿南光勝ったので不正解。えー、今2個かな、外したのが。創始学園対別海。えー、これは創始学園勝つと予想して勝利。 で、山梨学院対京都書いであこれ山梨学院勝つと思ってました。で、中央学院も勝つと思ってたので、中央学院勝っている。 えー、宇治山田商業対東海大福岡。これも宇治山田勝つと思ってたので合っている。愛好大名伝対宝徳。これも宝徳勝つと思ってました。すご、すごい,い,い試合でした。合っている。大阪桐蔭対北海。これも僕のね、えー、ダークホース対優勝候補やったんですけど、大阪桐蔭が勝つと予想してました。大阪桐蔭勝利。作新学院対上村。これは上村勝つと思ってました。僕がね、ダークホースで予想してたところですね。上村勝って当たっている。 学法石川対上層。これも上層勝つと思ってたので当たっている。星稜対厚生学院。これも星稜勝つと思ってたので当たっている。そして熊本国府対阿南光。熊本が勝つと思ってたんですけど阿南光が勝ったので、3つ外してます現在。TikTok の配信ではよく言ってます。はい。ちょっと YouTube で今毎日動画できないんでね。まあ、こんな感じです。はい。ということで。 ええー、まあ今ね、春の甲子園が、えー、どう進んでいくか分かりませんが、僕は県大高崎の優勝候補、組み合わせが決まる前からね、えー、県大高崎って言ってたんですけど、組み合わせが決まっても、県大高崎は変わりません。ということでね、えー、皆さんの優勝予想だったり、えー、今回の低反発バットリーの対象の意見だったりをコメントで書いてくれたら嬉しいなと思います。ということで皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは